日本東京都八王子市、松木松木は東京都八王子市の地名。住居表示未実施区域。郵便番号は192-0362。八王子市の南東部に位置する。南端を京王相模原線が走り、北を送り川、南を大田川で挟まれた町である。東は堀の内、別所。西は南大沢、下湯木、南は別所。 北は小野に接している。松木は多摩楽能発祥の地であり、かつては盛んに楽農が行われていたほか、養産業、大栗川や多摩丘陵の湧水を利用した稲作も発達したが、多摩ニュータウン開発に伴う市街地下により衰退した。豊富な地下水を利用し、掘り抜き道を用いた養魚業が現在でも行われている。また、多摩ニュータウン通り沿いには、 安売り量販店や多くの飲食店があり、渋滞が発生している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、松木35番18の地点で17万2000円、平方メートルとなっている。松木中学校がある一帯は1994年と1996年に別所に編入されている。足利持ち氏の家臣である。 松木七郎が館を置いたことから、松木の有力寺主であり、吉木村長にも二度就任した、井草はじめ三郎は、当時の吉木村で広く行われていた養蚕の廃棄物であった、蚕が食べ残した桑の葉を有効活用する手段として落農に目をつけ、1892年、千葉県より、子牛一頭を購入し落農を始めたが、これが、多摩地方における落農の先駆けとなった。 イぐさの指導や努力もあり、1920年には南多摩地畜牛組合が結成され、牛乳の生産から販売までを多摩牛乳販売、購買組合の多摩牛乳として一元化に成功し、生産から販売至る共同組合方式が確立され、南多摩郡は落農の一大生産地へと発展することになった。なお、下ゆのエーリン寺にはいぐさの業績をたえ、 1950年に牛魂碑が混流されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1988年に京王相模原線が開業したが、松木地区内には線路は通っているが駅はない。南大沢駅と京王堀の内駅が、 最寄り駅、ありがとうございます。